福岡銀行カードの皆さん、準備大皆さん、今回の動画でエクセージがもう韓国で2週間くらい音楽番組の活動とかしてるんじゃないですか。それでいろいろなんか話題になってますけど、そしてやっぱり知名度も増えたんですよね。だからこそアンチもやっぱり増えたんですよ。一緒にでもネット上でいろいろなエクセージに対してのアンチコメントとかを見ても、エクセージの実力に対してのなんかディスするコメントとかはなかなか私は見かけなかったので、多分アンチたちもエクセージの実力に対してはやっぱりディスることがなかなかなくて、そういうコメントはないんじゃないかなと思いますよね。そしてもうエクセージって実力があるからこそ韓国でも人気が増えてる状況なので、そしてエクセージのライブの実力が本当にすごいっていうコメントも結構ありましたよね。そして私のインスタの DM とかで、エクセージのライブが本当に上手ですので MR 状況動画でなんかそれを見せてほしいですっていうのが結構ありまして、今日なんか MR 状況動画でエクセージたちの声を、歌声をちょっともっとよく聞いてみたいと思いますよ。では聞いてみたいと思います。せーの、レッツゴー。この方なんか韓国で結構人気あるんですよ、今歌ってる方。私この方の歌声めっちゃ好き。音源流してるんじゃないですか。ライブなのは分かりますよね、こうやって聞いてみたら。音源といい感じで差がありますよね、このライブと。すぎてこれがライブか音源かもわからないですよね。とりあえずこういう感じで聞いてみましたけど、まずこの MR 状況動画は、韓国のエクセージのファンの方が私に送ってくださったんですよ。それでもうこれが本当に完全に MR 状況されてるかどうかは私個人的には分かりませんが、もしこれが本当に MR 状況されてるのなら、本当にもうライブの実力がもうすごすぎて、もう信じられないぐらい。はい、皆さん、とにかく私が用意した動画はここまでですけど、そして韓国でハビというメンバーが結構なんか人気あるらしいですよ。この
をする理由は、いろんなコメントでハビーさんに対しての話は結構多くて、それを皆さんにお伝えしたものですね。ハビーさんの役に私が用意したものは何です？ってことでしょう。お、ヒョンソクくん。ヒョンソクくん。お元気ですか、ヒョンソクくん。お元気ですか。おお、今日もイケメンですね。イケメンですね。イケメンですね。うん。イケメンですね。イケメンですか。イケメンですか。あ、イケメンですね。なるほど。お元気でしたか。お元気でしたか。おお。さよなら。おお、じゃあね。日本語うまいね。ああ、あれはうまい？うまいの？うまい？うまい。何ですか？ハイボール？おお、美味しいですか？はい、美味しい。おお、さよなら。はい、皆さん、僕はヒョンソクが私にお寿司をおごってくれたんですよ、この日。それでこれは動画で紹介しないとってなって動画を撮ってるなです。はい、ここでのお寿司美味しかったです。方は韓国の方ですけど、うん、普通に美味しかったです。やっぱりお寿司って美味しいですよね。でももちろん日本で食べるお寿司が一番美味しいんですよ。それは間違いなく美味しそう、美味しかった。皆さんの方が多分よくご存知ですよね。これだけ見てもあれだみたいな。私は名前が覚えられないんですよ、お寿司の種類。サーモンとかエビぐらいだっけ。こうやって一個ずつ出てきて美味しく食べました。おお、色が可愛いやん。美味しかった。これもなんかこのお寿司はシャリが美味しかったですよ、他の韓国のお寿司屋さんよりは。ヒョンソク君はでビール飲みましたね。なぜなら運転は私がしますので私は飲めなかったですけど、ヒョンソク君はあのキリンのビールでこのお寿司を楽しみました。私は何かを情報を伝えるのはできませんが、ただこういう雰囲気で韓国でもこういう寿司屋さんがありますっていうことを皆さんにお伝えするための動画ですので、雰囲気だけ楽しんでください。おお、うん、やっぱり自分の仕事をしてる男はかっこいい説。これはイカでしたっけ。これはまあって言ったら失礼ですけど美味しかったです。これはなんか魚の種類だったっけ。これ美味しかった。ウニ大好き。でも本当にもうお腹パンパンでした。もうめちゃたくさん出てって、本当に美味しくいただきました。久しぶりの Vlog ですよね、こういう Vlog。 またこういう感じで Vlog を上げる予定ですので、後半のジュジュランドの後半の動画もぜひ楽しみにしてください。
ってことで。